はい、皆さんこんにちは、佐賀健でございます。間もなく11時、9月は10日の火曜日でございますね。特に大きな動きはなさそうですね。日経平均も218、216とだれてきましたね。さっき300言ってましたからね。ドル円 143.42 で変わりませんね。ドルウォンも変わりませんね。 1344.96 というところですね。うにゃうにゃしてます。さて、大きなニュースもなさそうですね。はいはいはい。で、ですね、これは昨日の Gigi.com ですね。9月と9日17時44分ですね。中国前外相出版社勤務に解任の真相は依然不明米報道ということで、米紙ワシントンポスト電子版は8日中国で昨年7月に外相職、つまり外務大臣の職を解かれた秦剛氏が外務省傘下の出版社に勤務していると報じた。元米当局者2人の情報によるとしていると。同氏によると秦氏は北京で国際関係の書籍などを出版する世界知識出版社に所属している。配属は今年春頃だったといい、元当局者は降格であり彼のキャリアは終わったと同氏に話した。中国外務省の毛寧副報道局長は9日の記者会見で報道について質問され、そのような状況は承知していないと答えた。秦氏は2022年12月中米大使から外相に就任、その後3回足らずで副首相級の国務委員を兼務する異例のスピード出世を遂げた。しかし昨年6月下旬から消息を絶ち、同7月には唐突に外相解任が発表された。中国政府は理由や秦氏の動静を一切公表せず、投獄や重病死亡説など多くの憶測を呼んだ、女性関係や米国生まれの子供がいることが問題視されたとの報道もあるが、真相は不明だということでございます。この秦剛さんという方は成り物入りで外務大臣になりましたね。2022年の10月やったかな、ちゃうわ、その、そうですね、2022年の12月ですね。習近平の3期目が決まったのが2022年の10月だったと思います。で、その後でですね、この方が、中米大使からですね、異例の抜擢でですね、実は中国の外務大臣、外相ってのはそんなに高いくらいではないんですね。それよりも中国は共産党が全てを指導するという、 こう仕組みになってまして、共産党の中にもですね、外交担当がいるんですね。でそれが外交のトップで、その人から指導を受けるのが外務大臣と、政府の外務大臣という、なんかちょっと分かりにくい構造なんですけども、でもまあ一応対外的には外務大臣ですから、外相サミットとかあると常にその外務大臣が行くわけなんですね。で、この方秦剛さんという方は中米大使、からですね、異例の抜擢なんですけども、日本の外務省の序列でいけばですね、日本の外務省の一番トップのですね、役職は何かというと中米大使なんです。その次ぐらいが外務次官です。なんか変でしょ。でもそれは日本のですね、習慣で、戦前は中英大使やったんかな、吉田茂なんかが経験してますね、中英大使で、今は中米大使であって、だ外務次官経験者よりもですね、中米大使の方が格が上ということです。中国ではですね、中米大使はですね、外務省というか中国外交の中ではトップ3にも入らないんじゃないですかね。共産党にアメリカ担当の外交、アメリカ外交担当の人がいるかどうか知りませんけどね。まあとりあえず、まあそんな大したくらいではないんですけど、まあトップ10ぐらいに入るかもしれませんね。が外務大臣になって、でその後ですね、どうでしょう、1年持たずにですね、消えたんですよ。突然いなくなったんですね。中国ではよくあることなんですけど。でその後でさすがに、外務大臣ですから対外的にまずいんで発表しました。降格と、降格者は解任と。で今の外務大臣はですね、ワンイーと言いまして、その前の外務大臣
だったんですけども、その 1E が共産党の外交担当になったわけです。だからあの外交のトップになったんですけども、そのトップが今外務大臣も兼任しているという状態です。でなぜこの秦剛さん、なかなか評判が良かったですね。ソフトな人当たりで中国人には珍しいですね。まあ、もちろん英語も堪能でですね、アメリカ側の受けがむちゃくちゃ良かったんですね。だからですね、習近平は対米外交重視かなんて言われたんですけども、1年持たずに降格というかあのいなくなってですね、でそのいなくなった理由がですね、香港のニュースキャスターと愛人関係になったと。でその香港のニュースキャスターがアメリカで出産したと。ということはアメリカで出産すると自動的にアメリカ国籍は得られるんですね。もちろん中国国籍もあるわけですね。なんでダブルなんですけど、まあ、それは日本では日本人は18歳で選べということになります。アメリカでも確か18歳までにですね、行ってアメリカ国籍の継続を登録しなければいけないはずです。まあ、それはいいんですけどそれが原因ではないかと言われてですね、そのですね、香港のキャスターもアメリカから今中国に帰ったというふうに言われていますね。でこの秦剛さん失脚してですね、投獄されたんであれば人前には出られないんですけども、どうやら降格、いわゆる位を下げられたで済みそうなんですね。この出版社に勤務しているということは降格で済んだと。よかったよこんな消えてもう二度と誰とも会うてへんとかって言ったらですね、悲しい話ですけど、まあええやん生きてるだけで誰か言ってたでしょ生きてるだけで金メダルやそんなあの特に中国ではですね、生きてるだけで金メダルですよ。しかも降格してもまだ生きてるっていうのはよかったやんほんまにと。あのそれこそいなくなってね、あのこの世からいなくなるっていうことだってあり得るわけですから、あの国ではですね。それを考えたらですね、まだこういらっしゃるということで、まあ、キャリアが終わったと言いますけど、キャリア終わったぐらいええやんそんなんもうええやんそんなんほんまに、あの生きてるだけで金メダルですよ本当に。ええ、であの香港人の愛人がどうなったかとは知りませんそんな知らん。その愛人の子供が多分今2、3歳ちゃうんですよね。どうなってるか知りませんよ。まあね、この方あのちゃんとした奥さんもいるようですけどもですね、家族がどうなってるか知りませんけどね、とりあえずご本人が生きてるということが分かったと。一応外務省関連の団体にいると、出版社にいるということですね。はい、まあそんなところでございまして、行きましょうではないや、このアドレスを一応貼っときますね。まあこの方が二度と話題に上ることはですね、ないと思います。何かこの方がまたですね、やらかしたら話は別ですけど、やらかしたというかでっち上げられても話は別ですけどですね、まあ、 あのおとなしくしてれば多分余生を送れるんちゃいますか。でね、中国の場合普通ね、愛人作ったぐらいではですね、降格にならないですよ。あの当たり前ですからそれはもうどこの国といえどもそれは当たり前なんですよ。偉い人がですね、愛人囲うっていうのは当たり前の話なので。ただし今回そのこの秦剛さんが仮にそれが降格理由であればですね、その人がですねアメリカのスパイやったんちゃうかって言われてるんですね。香港のキャスターがだからアメリカで産んだんちゃうかとか言われてるんですけど、今も中国に帰ったという噂ですから、もしアメリカのスパイであるとですね、いや中国当局が認定したらただでは済まないでしょうね。まあそのあたりよう分かりません、まあ、とりあえず生きてるのが分かってよかったやんと、まあ、そのレベルの話ですね。一応時事 .com も貼っておきましょう。中国前外相出版社勤務に解任の真相は依然不明米報道という記事でございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。